ヘッドライトの黄ばみを落としていきます。まず最初に使うのは、800番のサンドペーパーで削ります。今回は、電動工具を使っていきます。ホームセンターで4000円くらいで、売ってる安物です。映像では、マスキングしてませんが、塗装面を研磨しないように、マスキングをしてください。表面が削れて白くなっていきます。この時、素人の私は、白く曇ったまま、綺麗にならなかったら、どうしようって、不安がよぎりましたが、もう後戻りはできません。注意点として、一点を、集中して、研磨すると、熱を持つので、常に、全体をまんべんなく、研磨してください。研磨途中です。黄ばみが削れてるのが、わかります。さらに研磨していきます。今の黄ばみが、取れるまで、研磨していきます。黄ばみがひどい場合、もう一工程増やし、600番で、始めた方が、早いです。これで、800番の工程は、終了です。次に使用するのは、1200番です。800番と同様に、研磨していきます。だんだん、曇りが消えてきました。ここで、1200番の研磨終了です。次に、2000番の、耐水ペーパーを、使って、磨いていきます。なんで機械じゃないかって、言うと、1200番以上のペーパーが売ってなかったからです。バケツに、水を準備して、ペーパーを濡らして、磨いていきます。磨き残しがないように、十分注意しながら、丁寧に磨いていきます。次に、スポンジに付け替えて、細めのコンパウンドで磨いていきます。
かなり綺麗になりました。次に、パッドを変えて、極細、もしくは、超極細、コンパウンドで、最終磨きです。先ほど使った、スポンジで磨くと、細めのコンパウンドが、残ってるので、必ず、パッドを、変えてください。この後は、お好みで、ガラスコーティングなど、行ってください。DIY なので、そのままでも、いいけどねー。それでは、片側、終了したので、比較してみましょ。向かって、左が、終了後で、右が、研磨前です。右側は、曇ってるのが、お分かりでしょうか。研磨後の、ライトはかなり、白くてクリアーになりました。両方、完了したので、ライトを点灯してみました。かなり明るくなりました。簡単だったでしょ。